でも今日はねリフレッシュできたもんね、うん、今日はね本当にこの夕方も、はい、これ似合ったよね。ありがとうございます、ね、本当に似合ったよね君ね。ありがとうございます、久しぶりに。いや色っぽいかね。色っぽい。いやなんかねあの色っぽさはこっちの方がいい。本当です、うん、こっちの方が爽やかですよね。着物ですもんね、うん、なんかねないいなんかいい。ありがとうございます。なんかいい。大枠いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。大枠大枠いやらしい。大枠じゃなくて大枠。大枠です。あえて言わなかったけど大枠ダニってとこが箱根にあるらしい。あー聞いたことありますよ。なんこっちゃ昔ね、はい、大涌谷にね劇団 NHK の名古屋放送劇団で、ねええ、慰安旅行に行った。へそれでねまあ宴会してわーって、まあ、今と同じようにもんでみんなで繰り出すじゃん、うん、なんかわーってね、はい、そうするとね女性がね一、はい、人でね、うん、でちょっと見ていかないっつって、ね、いいあの出し物があるのあら、ね、で色っぽいバランすぐもう酔っ払ってるからね行こうかって言ってね、うんうん、こっちってわーって行くとね、はい、小屋があってね、そこでパッて行ったかと思うとねあの切符の売り場の窓口で「はい一人1000円1000円」とか言ってね、で切符のもぎりもやる客引きやったのがすぐもぎりになってね、はいはい、で中入ってちょうだいどうぞって言ってババババッとあの袖上がってってね、はいはい、レコード回すかーっておばあちゃんやって自分でレコード回してえっって思ってたらその人がパッ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 と脱ぎ出す。全部一人なんだ。そこまで来るかと思わなかった。そりゃね一人もっと500、600すごいですね。そういう頼もしい人がいたんだから、はい。